私がそれで感じたことっていうのが、こうやって自分が観光することで楽しかったりとか、あと自分自身を癒すこと、でこれが日本全体の復興につながっていくんだなと自分自身感じたので、ほんの小さな力なんですけれども、私にできることということで、今回はこう台湾からメディアを、ね、連れてきて、一人でも多くの台湾の方々にそういったことを伝えていきたいと思っています。素晴らしい、ありがとうございます。その通りです。ありがとうございます。大家好，我是副幹事長高島東一郎。私は福岡市長の田島総一郎です。台湾の皆さん、まずはですね、この3月11日に発生をいたしました、東日本の大震災に際しまして、本当に台湾の皆様からですね、温かい、お気持ちをたくさん日本に届けていただきまして、本当にありがとうございました。これも一重にですね、台湾の皆様の本当に温かい、心と、そしてまたこれまでの日本と台湾の親密なですね、お付き合い、こういったものがあってこそだというふうに思っています。こちらをメインでございます。お受け取りください。台湾のお茶、ほんと香りがね、最高ですもんね。また行きたくなった。